これは来たね。すべて整ったよ、これ。整いましたね。うん、ほら。いけずひ。ああ、言った。俺飲み込んだのに、今。パラです。チェロです。パラチェロです。はい、ラグナドやっていきましょう。いきましょうかね。ポールさんのね、携帯の充電器は 6% しかないということなので、さっさと引いていきましょうかね。いきましょう。はい。チケットも取りましたよ。はい。もう出しようか。ん？出しよう。チケットで。出しようね。6% しかないから早く出しようし。そう、土地で切れる可能性あるからね。おお、え、やっと。でも天井続いてるからね。お、ねえ、うわ、これもう充電減らして臨んだ方がいいかもしれない。逆にね。うん、ありだよね。やはりではないよね、確実に。え、来ちゃった、来ちゃった。おお、来ない。今来た感じあったよね。 なんとなく来た感じはあったよね。あったよね。でもちょっと急いでね。そうね、取り急ぎちょっと回さないとなんで。うん、 6% しかないからね。えい、お主の運命ほろ 6% 高いんか低いんかよ、分からんけど。良い目をして、急げ急げ。あ、来ないの。天井までは多分持たない。天井までは持たないよね。石も充電も。うん、うわ、これが結構出た。まあでもまだ10年目だからね、言うても。まあまあそうね。チケットは、うんうん、せよね。やっぱりこのワンシート目でね、うん、出したいところですよ。そうね。ポルナでも結構早めに出そうな気がするけどね。本当に？うん、うわ、でもなんかこのムーブ。お、おや。紫。お、ああ。縦旋回。ポルさんがこれ出た時に出た試しがないよね。そう？うん。久々見たんですけどね。うん、ポールさん引けてもワンシート目までかな。いや、そうですよ、本当に天井までの石はないですからね。なかったよね。お、でもなんかいい感じやね、ね、UR の。あ、かぶってないよ。あ、どうなの。弾も入らず。うわ、でも分かんないよ、分かんないからね。まあまあ確かにね。お願い、お願い。うわなかなか出ませんね。空気読んで、充電ないよ。やっぱり充電切らして望んでもダメなものはダメですね。そうやね、関係ないね。おお、でも UR は。いやでも弱いのよ。弱いね、なんか。でも俺も弱い時出たっけね。諦めたらいけんよ。そう、うん、とりあえずね。お、何今の。なんかちょっと変な感じ。なんかもう充電がないけ、いろんな挙動がおかしくなってる。そうだね。お、トゥルル。え、トゥルル、また電力を消費そうな演出を。電池がなくなる、電池がなくなる、なくなる、なくなる。お願いお願い。うーん、まみちゃん、まずいまずいまずい。いろんな焦りが ね、このままもうふわっと終わる可能性ありますから。確かに。そしたらもう消えてね。一番最悪なのがさ、画面が真っ暗になって開いたら出てたみたいなさ、うん、そうね、一番最悪よ。うわぁ、ちょっとジェロさん、ポロさん、ちょっと最近ガチャ運に恵まれんね。そう、持ってかれてるよね。うん、これで今50連。チケット合わせて50連。チケット合わせて60連か。60連、そうですね。うん、まあでも、演出というか、まあ、そこそこ出てるんですけどね。いや、そうそうそう。UR 率は悪くないね。うん。お、弱い。すべてが弱い。弱いね。あ、でも。いいよ。来てるよ。あ、来てないね。弱いな。弱いね。でもね、スザクちゃん欲しいんですよ。いや、これはね、取っといた方がいいと思うよ。そうでしょう、うん、戦えないからね。そうそうそうそろそろ、そろそろお願いします。お、お、これは期待値高いよ。高いよね、うん、お、もうこれ仮面で燃えてるし、これは来たんじゃない。魂めっちゃ入ったし。お、しかも紫で虹色。お、しかもどうや。ありがとうございます。これは来たね。すべて整ったよ、これ。整いましたね。うん、ほら。
いけずひ、あー言った俺飲み込んだのに今言ったいけんちゅう思って俺飲み込んだよ。いやもう言っちゃおうと思って、ね、あえてね、ほいほら言った下痕やった俺はポロさんのためにあえて言わんやったもんな。あーそうなんだ、言って出らんやったらかわいそうやな。言っちゃうよねやっぱり、うん、流れ的にすごい笑顔で言ったよねあーもうダメかも。いざ UR は結構出てんだけど ね、すごいすり抜けやね。そう、おピンクよあるかもね。え待って待って、石まだあるのかな。いやどうやろう。うわもうワンシート目終わっちゃう。まだいける。え見た今まだ7000個ぐらいあった。あ本当、うん、これ優勝はないんだよね。もう使い切りましたよ。あそっか。この気配はいい。わーチェロさん、あおかわり。お少女さんどう。なんか良さげやね。どうなの、あんま見ないよ、ね、新しいよ。関係なかったね。関係なかったね少女さんね。誰が来ても一緒あらおかわ り、 おかわり、高速おかわりやね。5分足らずで。本当にねよく持ってるよね。10年も嘘。6000個。でもここまで行ったらもう石溜めて天井まで回さないとね。そうね、うん、うわポールさんちょっと、あ、あるあるの、ないの、なかった。おお怖いな引くの。いやもう怖いでしょう。うん、でも夫婦で天井にいてほしいっていうお声もいただいてたりね。あそうなの、うん、じゃあもう答えるしかありませんね。答えたくないよねそんなの。心してかかれ。あポロさんやばいね。やばいよね。もう天井ムーブやんこれ。うん、おお胸骨さんも来たよ、ね、みんな集まってきてるけど。総動員や総動員あんまり見ないの総動員。おお、もうここでここで本当にお願いしますお願いします。うわ初期中の初期キャラが来たね。来たね。初心に帰れってことですかね。すごいねピックアップトワーチ感じやね。うん、まだ回せんの。うわあと2回20連そんな、ま、結構回せるねポルさん。回せるんですけどギリギリ天井無理なんや。お主の運命よ。なんなのなんなの呪い。えこれで何連今。これ120か。120ですね。わ140連。わ最後最後よ。130連か最後ポールさん迷いなく引いていくよね。心してかかる。あー最後の最後まで。お嘘もうラストチャンスよ。これラストチャンスやね確実にこれドラマあるのかな。これ確実にラストチャンスだと思いますよ。結構頑張ったよ私。うわー頑張ったのにマジか。もうズタボロですよ私。これはやばいね。また追いガチャ出しましょうか。いやこれは追います。いや追わないとだって130連してるからねあと20連ぐらい溜まるよ。うわーショック。じゃあ借りましょうか。はいはい借りました。はいじゃあね僕のチケットから出るな出るなっていう顔しようね、うん、チケットで出しちゃダメ。まあまあそれはそうね。うんまあまあここはちょっと軽めにね。でも私結構得積んだからさ。そうねかなり積んだよね。チェロさんに還元できると思うんですよ。どういうこと。どういうこと。どういうこと。あ、俺が、うん、俺に運が向いたってこと、うん、チェロさんが出るように私がね、うん、無事に得を積んだということでね。あ、俺のためにってこと。え、いや後付けよねそれ絶対そんな気さらさらなかったやろおおほら運気がね。いやいやそのさ全部自分のおかげ的な風に持っていくのやめよう、うん、そろそろ。そうだねもう言うのやめようかじゃあご褒美ちょうだい。ご褒美何のご褒美徳を積んだご褒美。あそうね。ほらこれ焼肉でも食べ行く。ああ。ほ
かでマシュマロでいただいてたんですよ。ポロさんに焼肉を食わしてあげなさい。おお。謎のね、匿名で。お肉。そうそうそう。お肉大好きですからね。うん、お魚も好きですよ。あ、本当。うん。何がいいお魚？お刺身。いざ参らん。お刺身？何のお刺身が好きなの？え、何でもありです。お作り。ああ。なんでそんなさ話が広がらんことばっかり言うの？さっきからもうテンションがね鈴木ちゃん出なかったからね。まあまあまあ、俺もこんな雑談しながら一切出てこないからね、うん、そうね、やっぱなかなか出ないんかな。しゅうさん、戦場まであるんですか？あるある。俺はもう駆け抜けれる。まあ駆け抜けますし、そこはね、うん、そこあえて130連で足並み揃えません？あ、でそれは出なかったら、いやでもちょっと嫌やなすぐ使いたいな。いや、わかるわかるよ、それはわかるけど、ね、それはちなみに俺に何のメリットがあるの？いや、メリットとかじゃないよね。あ、絆ってこと？だってもう、お石あるんでしょ？あるあるある。もうだって獲得できるのはもう目に見えてるじゃないですか。まあでも俺130まで行くかどうかっていう話よ。まあね、もし天井に駆け抜けるんであればっていう話ですけど。言わんで、言わんで。お、池津姫来た来たよ、池津姫やばいな。おー、チロさん確率来るよね。そうね。お、また初期キャラがね、ね、目白押しですよ。呪われたわ呪いの呪文言われたけね。いや、言いたくなっちゃうよね。うん、言わんでって言ったやん。うん、でも言っちゃう足並み揃えていこうおお、黄色が多いね。え、全然くるくるならんし。マジで、ちょっと待てよ、光の速さでもう60年。うわー、早いよ。70年終わったよ。雑談してたらもうこんなに。いやね、ポロさんが肉が好きか魚が好きかみたいな話だ。もう60年終わったよ本当だね。いやー、マジで。でも私結構得つんだからチェロさん行けそうな気が。おお。え、あ、何も言ってない。これ来るんじゃない？来るかもね。こねえ。うわあ、初期キャラがどんどん。鉄をガチャだけで貫通しましたからね。すごいよね。一切滝行入れてないんですけど。そうですか。やばいな。やばいですね。手強いよ。ね、ちょっとワンシート目ではなんとか欲しいんだけどな。鬼が出るか。それはみんなの。うわブシャー出た久々見ましたね。一番嫌な演出が。さぬきさん、俺の中で最もね、うん、そうだね、可能性のない演出ですからね。安心安全のたぬきさんですよ、うん、やばい、ワンシート目終わるよ。うわ、大変よ。130連でストップね。そこはマジで、うん、そういう覚悟。引けるのに、引けるのに、あえていやいやーやなーそれ、うん、嫌でしょう、うん、気持ち悪いでしょう、うん、かなりね、やろ、いやマジでやばい。たぬきさんが早く出さないと。あと何個あんの？11,000個。あ、でも優勝もある。あ、そうだね、気をつけてね、優勝。そこは大丈夫。これ100連目だね。お、近いよ、近づいてきたよ。近づいてきたね。130連、わけのわからん縛りに近づいてきたよマジかマジねマジかよ。ちょっとワクワクしない？チェロさん、ワクワクしない？いや、俺多分出ると思うよ、ギリギリ。あ、ほら、これラストチャンスだと思う本当に。そうね、そうね。いやー、ちょっと弱いな。鬼かな、邪かな、邪かな鬼も邪もダメでしょ、こっちも。そうね。まあ、どうなの、どうなの。うわ、いや、マイク嬉しいけども。そうね。え、今何連したのこれ？110連、あと20連か。あと20連で出そう、チェロさん。こんな出ないんだね。やばいね。
これマジで夫婦で天井ありえるんじゃない？ありえるよ。この気配はいい。あるよ。お、どうやと違うよ。でも、あ、そうね。これ意味あるのかな。おお、これは？あー、来たかも。もしかして？よっしゃー！よっしゃー！出ましたね。よし。おめでとうございます。ありがとうございます。いいなー。以後、扱いには十分気をつけてくださいませ。120円？そうだね、120連だね。危なかったですね、危なかった。次で130連でしたからね。こちら側に来るところでしたね。危なっ。じゃあポールさん、次回はポールさんのお会いじゃということでね。そうですね。危ねえ、よかった、出して。マジで。わけのわからん、ポールさんが石貯めるまで引けないという謎のね、縛りが発生するところでしたよ。危ない危ない。いやー、よかったですね。いやー、よかったよかった。まあ、よかったんか、120連。まあ、よかったね。天井回避できたんで。そうですよ。うん、はい、ということでね。次回はポールさんの追いガチャということで楽しみにしておいてください。お願いします。はい、では今日はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。